look like hot sauce, baby, you should wanna come to me. Bad bitch in my iPhone, cause it look nice sending nudes. とに緊張が走り、9秒差あった HKS スカイラインとの差が次第に詰まり始める。なんとチェッカーまで残りわずか2周というところで、パルソニックスカイラインはデファレンシャルギアにトラブルが発生。リアから青白いオイルスモークを上げながらの走行となった。残り1周、ふらつきながらも必死に防戦するオロフソン。萩原としても自らのスピンによるポジションダウンを挽回しようと激しく攻め立てる。そしてハイポイントコーナー立ち上がり、萩原は見事にパルソニックスカイラインを捉え、10周ぶりのトップ奪還である。その頃ピットには3番手に浮上した STP 対戦が滑り込んで、このために立ち上がりがポイント。